こんにちは。大きくなったぞ。すごいだろ。なかなか。おお。あなたたちの覚えてるからね。違うよ。本当本当。挨拶下げてよ。おお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 おでか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 ね、性があるんだとしたら純粋の芝じゃないと思う。ここまで大きくならないと思う。でかいよ。なんか飽きたいのかな、これ。絶対そうっすよね。でかここまでね、多分ね大きくならない。でかマロよ、マロ、ま、マロよりでかくない。マロよもう一回でっか。巨大化したなお前。パワーが違うよ。パワーが違うわ。すごいわ。もうよっしゃ、ちょっと寝るのきも大変よ。でっかいっすよ、でっかいっすよ。そうそうそう、みんなで寝てるから。リッチよ。おしっこしたよ。おしっこしたよ。おしっこした。嬉しかったね。嬉しいのよ。大たらしょんべんさ。うん、嬉しい。喜びをやっぱりあなたたちもやっぱり知ってると思って覚えてるんだよ。大きいでかい。でっかいっす。でっかい。でっかいよ。すくすくすくったよ。でっか。自力直して、まあダメだけど、これもちょっと入れたけど、ほぼ自力で生きるよ。いやまたフリーパートナー、クレオパートナー、クレオパートナー、絶世の美女、マロが大好きで、作るのはみんな作れるよこんなの、はっきり言って。だけどその前々からこう取っといて取っといて、あこうでこれ使うこれ使う、海で見つけたものはあそこにあるなとか、自分でインプットしてたのをこうやって一つのね建物として表現すると、お金かけられずにやれるんだなっていうのは再確認できたんですよね。えこれいくらできたんですか。今8000ぐらい。1万8000でできたの、うん、すごい。それで作ってみせたからね。あのこれも流木、その一番長いの。これがなかなかなくてな、この木の4メーター50あるんだけど、これ、うん、なかなか流れてこない、こういうのは。流木、これはね、古材。これは酒蔵から、それ流木。うん、雨に打たれても、風に吹かれても、うん、これ以上変形しないから、うん、10年、20年くらいこの状態で続く。ことのほか強い。あ、これかっこいい。これよかった。これめっちゃかっこいい。これ重たいのよ。フィットしてる。そうそうそう。これをどういう風にこうなんていうのかな、固定するのかっていうのがテクニックやな。これログハウス の職人さんとかがやるテクニック。ちょっと目で盗んでね。いや身を見まねでやったけど割に良かった。へえ、うん。ありがとう。リッチでかすぎだよ。ちょっと迷いの動画出すんで。リッチでかすぎだよ。でっかいわお前。あーでかいでかいでっかいでっかいわ。おいは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 い、これさやさやさや、これ伸びてくるね。へえー、なるほどね。これをそこにこうやるってことか。はい、なかなかでしょ。うん、いいっすね。あのこの間これ来た時のなんかすげえ変わってるなと思って。変わったでしょ、ちょっと、うん、でちょっとこれで気づいた人ちょっと天才だわ。一人いるんだけど今下手に発言できなかった。いや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 、もう本当にあのそんな恐怖なしに発言してみ。え、何かをイメージしてるってこと。そういうことなのよ。まあもちろん、はい、天才やと思うから溜まってると思うわ。え、ちょ学校学校学校か。あ、パーソン船。お、当たり船のブレッジをちょっとこう船をこう意識してるってことですね。そうなのよ。でここにあの最後の方はここは丸にしようと、その窓を。ああ、うん、船っぽく。そうそうそう、うん、僕のね、言ってみたらその2番だね。これは今ここは海ですよ。かっこいい。いいよ。
はい、これがね、はい、私の授業のコンセプトで、はい、これが船になってるわけですよ、はい、でこれが骨、はい、だからもう風を受けてこれで、まあ、推進して進めていくっていうこの授業のね、中村海の塾、そう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 、かっこいいじゃないですか。ありがとうね、自分の中の思いをね、事業化していくって感じ。なるほど。で、自転車もちょっと自転車来てくれる？うんうん、レンタサイクルも作ってそれを考えて、そうそうそう、街を盛り上げてますよみたいな、うん、復興してますみたいな復興、うん、面白い。これなんだ、これテレビ、これ見なかった、これテレビ結構こう空き家で蜂が出てくるの結構これ、うん、これ捨てるのもったいないなと思って、うん、なんすか、コンクリで埋めてますよ、なんすか、これで背中がすっごいストレッチ、中村さんこれナチュラルワックス内線乗せた方がいい、そうそうそう、これで、でここを通るときに、いや本間君これ言うけどな、いや言えていいと思います、めっちゃ結構筋肉つくこれで1回毎回10回やってんのよ、これはやばい、自分にそうそうそう欠かしてんだよ、これはやばいよ、はい、いやバランス結構難しいよ、これ取れちゃうんだよね、まあまあそれもね、バランスを取るための体幹組みは結構重い、体幹何キロ、これでもうこれ競技鍛えられるから、マジ、うん、結構重たいでしょ、やってよこれ結構いくだろ、あこれ来るよ、こっちこっち見て、こっち見て、来るよ来るよ、結構来るでしょ、後輩気に来るよ、来るでしょ、ここが本当に確かに大きくなる、久しぶりに筋トレした、いいでしょ、なかなかいいでしょ、うん、やっぱ浜君ダメダメ、やってないな、俺全然筋肉ないから、ダメ、今日筋鍛えてないの、体力あるけど筋肉ないから、戻すの大変だよ、ちょっと私も持ちたい、これでも確かに抜けそうで怖い、うん、体幹な、だからグッと体幹、そういうバランスも大事ってことで、そういうバランスも大事だってこと、できたら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 、はい、こう逆にさ、あれがあるよね、こういろんな意味でのこうなんかこう心配にさせる何かがあるよね、うん、いいよいいよ、あでもあな落ちて鉢割れるって、ね、そういうこともあるだからコンクリが残るからね、あそうか、うん、コンクリは割れないですよ、まだね、いい運動だった結構重いやろ、重いなんかフェイスブックに上げてたやつですか、そう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 、いいでしょ、なかなか軽トラね、うん、これ2m47 なんだよ、これが 2m50 まで OK ない法律で、交通警備員の方が悪い意味で見られて、同じ方をこういう活用してんのかみたいな顔してこうやって見てるわ、みんなこうやってただちょっとやる気になるみたい、これ見るとちょっとニコッとしてくれる人、ニコッとしてくれるこれ放送スピーカーも準備してて、放送何やるんですかこれで、スピーカー宣伝せなあかんよ、宣伝体験工房みんなで体験しましょうみたいな、レッツ体験みたいな、そんなん全然知らないとダメですよ、それも、うん、面白い、これなんかも結構モデルで、ちょっといいでしょ、うん、質感が、うん、これ流木、そうそう流木、うん、これに引き捨てられて、うん、ここで実は、うん、スズメが巣作って今いる、ここに、ここに巣がいる、ここのやっぱ流木の質感がいいんだろうなこれに引き付けられてここでも住んでんだよ、え、まあ、上から入って入ってここの中からここにいても話してるわそっちと通るこれも太陽光やね、だから今電気かかってるやろ、これ全部ゼロ円、何？あ、太陽光、これ太陽光、太陽光、これも今全部電気、太陽光、そうなんだ、全部太陽光、すごい、ナッスイ、ナッスイ、すげえ、この電気力高騰社会、うん、へっちゃらで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 充電してる、今そこ行ったら全部700円、東京、東京、マジっすか、焼き鳥1本450円、嘘でしょ、それは嘘でしょ、嘘じゃない、だけどもうそれ私もここ高級なのかって目をこすったのよ、うん、そしたら普通のもうみんなサラリーマンね、うん、帰ってから、うん、あずお疲れで飲んできてるわけ、うん、まあゆっくり話してたら2時間で、うん、すいません2時間経ちましたんで出てください、上がってくださいってそんな混んでんのこんな高いみたいな失礼だけど、と思って、おいおい、それいくらって言ったらさ、まあ、で大体昔はどんなに2人でね、結構サクサク飲んだとしても1万ちょっとぐらいや、うん、2万
と思ってもういくらでも出したろうと思ったけどもう引いたもんやばいっすか。いや我々の感覚は本当にあのだいぶ遅れてるよ。だいぶ遅れてる、だいぶ遅れてる。ランチでビール一杯ランチやな。ランチで780円。あ、そういうこと。やばいやばいっすね。本当だな、ラーメン食べれるの700円だった。本当よ、うん、警戒していかないといけないなと思った。ちゃんとね、何万円かいですよ。そうそんなもう気さくにええなんてやれないわ。何があるんですか。ジュラシックパークの看板がついてますね。子供たちが喜ぶかな。こういうのもえ、なんかあったか、あったかでしょ。薪ストーブあるなんかどう。お、なんか毎年がやろ。フィンランドサウナみたいな感じです。あったかい、うん、あったかい。T シャツ一丁でさ、汗だくでさ、作業してみ、幸せだで。この空間がめっちゃいいさ、このお湯炊いてみたいな。いいでしょ。でもちょっとお茶できるっていう、すごいいい匂いしてるから。そうすると、暗いんだでこれやったの。やるのよ。そうすると結構面白いぐらい、なんか円がこう描けるの、うん。それっぽくなる。え、これ作りたい。これね、なんか松江のコーヒーなんだけど。私は好きなの。あ、すっきりしてる。すっきりしてるね。美味しい。中村さんやっぱ面白いですね。4月から、まあ、ちょっと梨農家も見えつつ、犬の開き方違うもんね。でかいっす、でかいっす。分かってると思うよ。遊びにまた来ますよ。じゃあまた遊びに来て。はい、ありがとうございました。お邪魔しました。またありがとうございます。え、自転車やりましょう。自転車行きましょう。なんかみんなで検証しないよ。よいしょ。リッチー巨大化。リッチーめっちゃ巨大化してる。迷い犬重かったもん。迷い犬超巨大化してます。ね、棒は片手で持ってるけどリッチーは片手では持ってんな。あれはちょっとでかい。あれは純粋の芝ではない。ないですね。ちょっとね、でかいですわ。中村さん見送ってくれてる。じゃあ、ありがとうございました。また。あ、来た。あら、坊ちゃん。やっぱ坊ちゃんあれだわ。全然一回り違うわ。ほら。全然ちっちゃいやん。坊ちっちゃい。坊ちっちゃいじゃん。坊ちっちゃい。めっちゃ匂いかいてる。おらららら、坊ちゃん。ただいま。